マッチマッチ。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。あ、今配信中なんですけど大丈夫ですか？あ、僕は全然大丈夫です。大丈夫ですか？あの、着物さん、それ、はい、試したってことですか？アナルと爪の、足の爪の匂いが同じっていうのは。漏れなくもう中学生ぐらいの時には全部試したの。やっぱそうだよね。そうですよ。なあ、え、で、ごめん、へその匂いがするっていうのがちょっとわかんないんだけど。はい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 。へそのなんか匂いがするってこと？今匂い嗅ぎました本当に。いやいいよ、そんなに俺の配信のために盛り上げようとしてくれなくていいよ。いや盛り上げようとしてなくて、あの僕の、うん、あのへその匂い、まあ要するに、うん、僕のようなデブのこのなんか、うん、奥底まであるタイプの、うん、要するにチンカスみたいなのが出る僕の方にあるへそのタイプの人は、うん、えでもさ、それさ、昔お前細かったじゃん。はいはいはい。そん時ってさ別に臭くなかったってこと？じゃあ、いや臭かったんですよ。え、なんで？へその形で赤がたまって、うん、いつか変わるらしいです。え、でもお前デベソじゃないじゃん。え、違うんですよ、ね、深いやつだよね。デベソじゃない方が、深い方が臭いんですよ、いや俺もめっちゃ深いのよ、第一関節ぐらいまで入るのよ。はい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 。でも俺匂い全くしないんだよ、デブなのに。いやそれは多分代謝の問題で、うん、その僕は、うん、そこから臭いうんこみたいな匂いがするっていうことなんですよ。脇がとか全くないんですけど。いやそうだね、キモノちゃん臭くないからね。臭くないんで言うんですけど、うん、へそだけが、うん、唯一脇がなんですよ。いやどういうことだよ、へそが脇がってなんだよお前、それどういうこと？脇がっていうか、へそが、へその穴と一緒の匂いがするんですよ。だってさ、なんか夏場のさ、クソ暑い時に会ってもさ、お前匂わないもんな。僕匂わないですね。へそだけ臭いってこと？へそだけ、もう毎日洗っても毎日半日でうんこになります。うん、うんこになんの？これネタじゃなくて、今度ね、うん、お会いした時にちゃんと、うん。いや、それちょっとやだ。それほんとやだやだ。それはやめて。ちゃんと、うん。うんこです。ちゃんとうんこってどういうことな？ちゃんとうんこです。簡単に言うと、うん、こう、お尻拭いて、うんうん、ちょっと、うわ、間違えて手ついちゃったとかって時は、うん、あるあるある。親指の付け根ね。そうです、そうです。うんうんうん、で、ああいう時とかに、うん、ちょっとまあ、これ、なんか、って匂い嗅いちゃう時とかあるじゃないですか、あるある人間の動作的に。うん、嗅ぐ、嗅ぐ、嗅ぐ。あれです。え、ま、な、え、ごめん、ちょっと待って。じゃあ、アナルの匂いとは違うってことだよね。うんこの匂いです、乾いた。え、じゃあアナルの匂いじゃないってことでしょ？アナルに匂いってうんこじゃないんですか？違う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 、足の爪の匂い。え、自分の足の爪の匂いとうんこの匂いって変わらんくないですか？気持ち変わる。全然違う。だってアナルの匂い知ってんのやばないですけど、自分でアナルに、うん、自分のアナルに鼻突っ込んで嗅いだってどういう状況ですかそれ？いや、じゃあアナルの周りをなんかゴリゴリすると、うんなんか臭いじゃんっていう、うん、なんかなんていうのかな、なんか変なに、え、ちょっと今さ、はい、ちょっと自分のさ、今うんこしてないよね？してないです、してないです。ちょっとやってみますね。ちょっとアナルちょっと触ってみて。いや風呂入っちゃったんだよなさっき。でも風呂入っ、うんうんうん、あーちょっと酸味強い系の。酸味強い、え、違うよ。え、何？うんこの匂いが乾いたら多分うんこの匂いがへばりついとって、うん、それで匂いになってるの違うんすか？いや、あのさ、すごいおじさんのさ、うん、くしゃみした後の空間をふわって通ったことある？いや、ないわ。その匂いなんよ。その匂いなんよ。おじさんがくしゃみしたところの、くっさいおじさんのくしゃみの匂いがすんね。うんアナルって。吐きそうやわ、聞いただけで。え、てか、お前大丈夫なんか、動画消えそうとかつって。あ、動画、うん、いや、じゃ消えたんすよ、154本。え、何本中のってこと？400本中の154なんで。うん。何、狙われたって言ってたよね。なんか見たよ、見たよ、それ。ガチで狙われてます。マジ？え、何大丈夫なの？
で、まあ一応ちょっと頑張って今、うん、対策はしたので。ああ、そうなんや。ちゃんと YouTube 運営から嫌われてます。だからもうちょっと。どうせまた夏後半あたりに一発ストライク、うん、かけてくるかもしれないですね。毎年恒例の。ストライクかけてくるってことさ。え、ストライクって何かで、何日かでリセットするんだっけ？うん、3ヶ月に1回リセットっすね。ああ、そうなんや。あ、じゃあ今、うん、ワンストライクってこと？今。いや、もう、うちはもうストライクないです。あ、ないんだ。あ、そうなんだ。はい。うん、その前に、ちょっと予備動作みたいなのがあるんですよね。うん、ストライクをかけてくる前に、お前調子乗んなよ、みたいな。なんか、これ言えないんですけど、ある一定の、このなんかがあるんですよね。おそらく。なるほど、ね。おそらくっていうか、ある一定のことをしてきてってなんで、うんうん、その対策として、まあ、154本。うん。とりあえず。結構伸びてるやつも。まあ、200万再生ぐらいが多分4本ぐらいから、うわぁ、うわぁ。20本ぐらいいかれました、ね。あ、きついね。70本ぐらいいかれました、多分。ああ、きついね。それはね。え、でも、あれなんでしょう、うん、それ、収益はもうでも安定してるんでしょう、ある程度。まあ、ある程度はもう、うんうん、今までの動画と、うん、まあ、最近、ちょっと、やっとこう、乱高下してたものが平均的になってきたなっていう。ああ、ほんと。ああ、よかったね。ああ、じゃあ。まあ、なんか、まあね、うん、そんな爆発的な伸びはないですけど、うん、チャンネル登録者も着々とってきて、うん。あ、素晴らしいですね。さすがっすね。ちなみに、え？今度、飯行った時やりましょうよ。何？そう。やだ、だから嫌だって。嫌だよ、それは。まあ、一番いい料理屋行ってへそをやりましょう。いやね、お前、高級な六本木のお寿司屋さんでチンコ出すのやめてくんだよ、本当に。マジで。あれ、本当やめて。僕、全然チンチン見られることに全く抵抗ないですからね。高級寿司で余裕でチンコ出すのやめて、マジで。ね、最近、とんでもねえのに。俺、あれ、今度 TikTok 晒すからね、あれ。全然いいですよ。いいですよ。いいですよじゃねえんだよ、うるせえな。だって僕のチンチン綺麗ですもん。あ、そうだ、着物ちゃん、俺最後に一個聞きたかったんだけどさ。はいはいはい。石川の隆起についてはどう思うの？え？それちゃんと本人ってか僕、林でも言いましたけど。あ、ほんと？うん。うん。うん、まあ、生でやんない方がいいっす。っていうか、クソだよね。あの後の言い訳がクソだよね。なんか。いきなりこうやって、うん、ね、例えば暴露がいきなりバーンって飛んできたら、うん、まあ、反射で言っちゃうのも、わからなくはないんですけど、うん、まあちょっとその生中出ししちゃったことは、うん、紛れもなくカスっす。まあでも俺の中でもやっちゃったことはまあしゃあないとしてさ。はいはいはい。なんかその後のさ、その後の対応が男らしくねえなっていう、俺の中ではそっちなんだよね。どっちかっていうと、まあ、うん、まあ確かにそれはそうっすね。そう、もうやっちゃったことはやっちゃったことで、もう過去の自分だから変えようがねえじゃん。そうっすね。で、じゃあ暴露があってさ、今じゃん、うん、その今がクソだったっていうさ。いや、でも、なんか反射で僕も言っちゃうと思うんですよ最初。え、でも、うん、まあちょっと、うん、まあ言っちゃう気持ちがちょっとだけ分かるなと思ったのが、もう1年とか1年半前の話を掘り返しで来られたら、うん、でも逆じゃない？一年か一年半前だったらさ、もう整理ついてるやん、心に。まあ確かに。そう。それが二、三日前だった方が逆にさ、リアクション困るじゃんっていう。確かに。うん、確かに。でしょ？まあ、何にせよ命関連では、うん、その命がかかってる案件では、やっぱ、うん。案件って言うなよ。案件って言うなよ。お前案件と我々、お前しか言わんねん。俺も知ってる中で。なんかまあそういうのはめ、うん、まあうちのチャンネルでさえめっちゃ気をつけて、うん、まあそうね。まあ着物ちゃんいろいろ気をつけてるからね。いやいやいや、優秀だからね。まだまだ、うん、リスクヘッジうまいからね、ちゃんと。いや、いやいやいや、うん、なんて言えばいいんですかね。僕は生でできない。え、なんで？え？なんで？怖いんで。キンチン泣いちゃうんですよ、怖くて。ああ、そういうこと？そうです、そうです。キンチン泣いちゃうんで。ああ、まあでも、なんか、着物ちゃんらしいね。なんか、すごい真面目な。いや、僕もね、考えてやろうとしたことあるんですけど、うん、キンチンちゃんと中折れしちゃって、うん、3ピストンしかできませんでした。クソザコチンコじゃねえか、お前。捨てちまえ、そんなもん。手術して綺麗だったのに、うん、3ピストンとかで、
なんなら、うん、アフターピル、その後、飲んでもらおうかなと思ってたぐらいで、うん、産婦人科一緒に行こうとしたら、さすがにそれはやばすぎって言われて、うん、あ、気にしすぎっていうこと？気にしすぎって言われて、うん、で、うん、なんならゴムの時でも、うん、ちゃんと僕明るくしてからやるんで、話し終わった後も、先っちょつまんで、そうですそうです、両手で。え、てかさ、え、はいはいはい、セックスするとき電気消すの？いや、消しますよ。え、なんで？え、僕、人の裸見るのと自分の裸、鏡に映ったりして見るの最悪なんで嫌いなんで。で、鏡見なきゃいいじゃん。いや、じゃなくて、相手のも嫌なんですよ。なんで？なんか、裸体って、きついんですよね、うん、僕の中。もう、どういうこと、それ？裸体で興奮できないんですよ。え、じゃあ何で興奮してんの、お前。だから着衣っていうか服着てたら別にいいんですよ、なんでも。え、じゃあ何、ズボンに穴開けちゃうってこと、相手の。いやいや、じゃなくて単純にちょっと履きっぱちょい脱ぎかけみたいなのが、うん、でしかしたことないですね、ほぼ。え、何それ、うん、だって裸ってなんかね、うん、野蛮じゃないですいや、野蛮な配信しとって何言うてんねん何を言ってんの、野蛮なことしてっからお前百何十本消されてんだろ、お前。そうですね、野蛮の極みやろかよ、お前は。いや、僕、いや、なんなら、うん、女の人は裸いいんですよ、僕は絶対裸にならないですね。え、じゃ、どうしてんの、お前。え、じゃあ、上着着てます、チンポだけ出して上着着てます気持ち悪いよ、お前、うん、え、うーん、いや、そうなんですよ。え、じゃあ、え、どうすんの、前儀とかどうすんの。前儀とかは、まあ、適当に、うん、ちょいと。なんかね、前儀って、チンポ探ってもらうんだったら、下だけ脱ぎゃいいじゃないですか。え、ちょっと待って、じゃあ、お前、しこらないってこと？いや、しこりますよ。でも、僕、しこるって、よくわかんないですけど、うん、僕、しこるときも、うん、みんながこう、なんかこう、ね、うん、シャンプーとかローションで塗ってやるみたいなのじゃなくて。シャンプーを何、どうすんの、何する、どういうこと、ちょ、これシャンプー。シャンプーローションの代わりにしてませんでした、昔。してない、してない。ガキの時。してない、俺、ニベア。ニベに。そう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 。ニベアのローションね。いや、まあ、そういう。うん、僕、パンツの中に出しちゃうんで。え、はい。毎回パンツ取り替えてます、だから。え、貴様、え、それで何？一回手洗いするってこと？パンツ。え、手洗いっていうか、うん、まあそんな感じですね。え、そのまま洗濯機に入れるの？それとも手洗いするの？そんなんじゃなくて、水でね、水と液体洗剤でこう、うん、ちょっと手洗い、もみ洗いして、うん、突っ込む。ほう。え、な、うん、謎だね、お前。え、じゃあごめん。しこるときは何を見てしこるの？じゃあ。え、それは AV とか。でも裸嫌なんでしょ？裸嫌です。じゃあ何見んの？ AV 女優の体ってなんかその映像作品じゃないですか、うん、はい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 。でもリアルって作品でも何でもなくて、うん、自分の目で見てるものでカメラで捉えてるものじゃないですよね。どういうこと？例えばエロ漫画興奮できる理由ってやっぱその、うん、要するに、映像で撮っているものはカメラで捉えた体なんですよ、女優の。漫画っていうのはその画角で捉えたものをデフォルメしたものなんです。ああ、はい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 。それと、実際に見る、自分の目で見る裸体っていうのは、全く別物なんですよ。生々しいから嫌ってこと？まあそうですし、本当に好きな人じゃないと、うん、多分その裸体っていう、ちょっと本当にごめんなさいね、女性の人が言った。僕の中で男性の裸体も女性の裸体も汚れたものなんです、うん、なぜ？え、なよ、わかんない。え、なんか新しい宗教始めた、お前。違う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 、昔からなんですよ、中学校ぐらいの時から。へー。え、なんか女性の違うっていう、なんかトラウマとかあんの？いや別にそういうわけじゃなくて、なんかそういう考えになんかなってましたね、うん、へー。え、ちょっとなんかそれについてさ、今度さ2時間ぐらいちょっと話し合おうぜ不思議でならないから。いや、僕もなんでかわかんないですけどね、うん、もう、うん、またぜひご飯でもなんでも、うん、ああ、よろしくよろしく、ごめんね、なんか配信終わってなんか疲れてるところに。いや、また来てください。ああ、ぜひよろしくよろしく、よろしくお願いします。うん、ありがとうね。いやいや、ごちそうさまです。ありがとう、お疲れ。
はい、ということで、なんか着物ちゃんのよくわからない話でした。ズクズクズンズク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 ズ